ケンビンチャンネルへようこそ。シカイロケンビンです。さて今日は何をするかというと、じゃん、スターライトミラージュで星玉が初獲得キャラ確定、まあ未所持のやつですねが絶対出るというガチャなんですけど、これを回していきます。で持ってないキャラなんですけど、何持ってないのって話なんですけど、これいい味方があって、まあ今回光なんで光を知ってもらって星6で、で入手方法をプレミアガチャ、これにすると自分の持ってないキャラがこう出てくるんですね。で光の限定キャラ、このアカウントね本当にね引きが悪くて、あの超獣神祭のソロも出るのに5ヶ月かかりました。もうトータル300連か400連ぐらいしたんですけど、でやっと出て、で未だにあの限定の話でするとカムイ持ってないんですよ。結構引いてるんですけどね長寿で、スターライトミラージュの話になると限定は、基本持ってないです。レグパーもないですし、サンダルホも持ってないですし、ウリエルもいないんですよ。ウリエルもあの劇中の時からめっちゃ嫌われてたキャラで、そうなんですね、いないんですよ。で唯一持ってる光の限定があの弁財天と、あいつ クレオパトラですね。ただこのクレオパトラがあのクリスマスバージョンなんですね。なんでこいつだけはマジ出てほしくないです。もうこいつだけはもうフラグじゃないですからね。これあのフラグじゃないんで、こいつだけはマジ勘弁で、回していきましょう。あと 5回回せば星玉引けるんですけど、まあでっかくなんでね10連しちゃいましょうかね。10連しましょう。引っ張れ。さあ来い。まあ止まってここでなんか無所持のやつ出てもいいですよね。ね。まあ安定の方がいいです。まあ辛いっすよね。属性ガチャ。さあここ。ここ大事。ここ大事っすよ。はい。もう一回転。ないっすね。さあ無所持。無所持ですよ。はいはいはい、こいつね。まあ確かに持ってないけど。まあまあこんな感じですね。まあ興味ある方はぜひ聞いていただいて。ということですね。これ他のやつもできるんかな。ずっとできるんかこれ。じゃあまたこれ回して星玉貯めてこれまた未所持確定ってできるんかな。まあちょっと機会があればまた